はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第89回でございます。で、今回はね、サブテーマがなくて、テーマが国語が苦手な男が読解問題について語ってみたと、ちょっと珍しいパターンのね、あのタイトルにしたんで、まあテーマかにしたんですが、まあそのままです。もう今回は国語の読解問題について話していくんだけど、あのね、先にね、言っておかなきゃいけないことがあって、今回はもう本当に国語の読解、つまり文章問題ね、文章問題が本当に苦手だと、わけがわかんない、どうしたらいいのって、こう、なんだろうな、すごいもう道に迷ってるというか、路頭に迷ってる方向けに話します。昔の俺ですね。俺本当に苦手だったんで、国語が。だからある程度、確かに苦手なんだけど、ある程度できるみたいな、でもう一レベル上げたいなとか、そういう風に感じてることが、まあ、考えてるね、人に向けてはあまり響かないと思います。なぜなら多分知ってることだから。え、そんなこと当たり前じゃないのみたいなことがね、結構話してしまうと思うんですけど、あの、なので聞く聞かないは自由なんですが、国語は得意やったり、まあ、ある程度レベルいってるなっていう方は聞く意味があんまりないと思いますので、ちょっとここでうまく判断して聞いてみてください。まあね、お時間あれば聞いていただけたらとは思うんだけど、よっしゃ、じゃあ行きましょう。で、まあ、久しぶりにこう勉強ネタなんですが、まあ、国語の読解問題ね、俺がこの動画を上げてないのもあって、やっぱ質問よく受けるわけですよ。読解が苦手やからどうしたらいいですかっていう。で、まず、あのね、動画上げてくださいっていうね、リクエストも多々いただくんですが、あの、毎回ね、こうお話ししてるように、読解問題というか文章に関しては、著作権が関わってしまうので、あの、下手にっていうか出せないんですよ。あの、動画に。だから、読解問題に関しては動画を上げられないので、改めてね、ここでちょっとお話しさせてもらいます。それに関してはね、あの、ご了承ください。で、今回は、まあ、さっきも言ったように、本当に苦手だと。ね、文章問題もやめてくれと思っている人向けに話していくんですけど、まあ何点かね、例えば文章を読んでいく中で逆説って言って、しかしとか、そういったあのね、文字の接続詞の後ろは大事なものがあるよとか、そういうのもあるんだけど、そういう技ではなくて、そこじゃないの、その一歩手前ですね。で、まず一つ目です。一つ目、まあ、文章があるじゃないですか。まあ、学校のテストでも、学校のテストだと、普段みんなが目にしてる教科書の文章だったりすると、あんまそこまで感じないですけど、まあ、初見の文章ですよね。基本的に模試だとか、まあ、受験問題も当然初見ですけど、初めて見る、その問題、とか文章に関する問題の時って、文章があるでしょ？で、大問1、大問2、まあ、大問8とかぐらいもあるのかな？まあ、問題があるじゃないですか。で、どっから読むのかっていうのがまず1個目。どっから読むかっていう。で、これね、結構な確率で文章を読み始める人って多いんだよ。国語苦手な人って文章から読み始めるので、その後に一通り読んで、で、大問1、ほにゃららほにゃらら、ああなるほどなるほど、あれどっか書いてあったっけな、ちょっと探していこうみたいな感じになる子が多い。でもこれは絶対にやめた方がいいです。いい。でも今回話す内容は俺が思ってることだからね。俺がもともと国語がめっちゃ苦手だったんだけど、まあ克服今できてるか分かんないが、ひとまず、まあ、教えていく中でと、あと自分が経験した中でこうやっていくと国語の苦手がちょっとずつ良くなっていったので、まあ、それをお話しするから、いろんな人の考えがあるからね、いや何言ってんだってのもあるかもしれないけど、ただ俺に関してはまず文章ではなくて問題から読んでいきます。で、読む時も大問1から例えば大問8まであるね、1から8まであって全部読んで、あのね、問題を確認できたら一番いいんですけど、さすがに覚えてられないので、括弧も聞かれたこと。だから、大問1と、で、大問1が漢字とか言葉の意味やったら、もう、それはもう無視です。後でやればいい。で、その本文に関わる。本文の傍線部丸1に関してとか、その線が引いてあってね。その本文に関わる内容の問題やったら、そこでまず1個読むじゃないですか。で、あとね、自分、最後の方に1回読むんですけど、よく、この文章全体で合っていることには丸、間違っているものには×とか、4つの選択肢の中からこの文章で当てはまるものを1個選びなさいみたいな、そのまとめ的な問題があるんですよ。で、それっていうのは基本的に文章全部を読まなきゃいけないんだよね。で、それも必ず先に読む。いい。全部終わった後にもう1回読み返すのって非常にめんどくさいので、他の問題をやりながら まとめ問題は攻めていくの。いい。で、さっきも言ったように、その本文に当てはまるものを4つから選びなさいって書いてあったら、基本的に選択肢1234ってあった時に、1が最初に出てくるので、2が次に出てきて、3の内容が次に出てきて、4の内容が次に出てくるから、まず1の内容が合ってるかどうかを本文をチェックしながらやっていく。
それを大問1とか大問2の問題をやりながらね。だからちょっと2つのことを考えながらやらなきゃいけないんだけど、最終的に慣れてくると時間がめっちゃ短縮できるんで、その方が。だからまずちょっとね、今回言葉だけで伝えてるからね、うまく伝わらなかったら申し訳ないんですけど、まずは問題から読みます。いい？で、問題を読むときも、まず若い番号の、その1番とか、その言葉の意味とかは無視しますけど、本文に関わる一番最初の問題をチェック。で、後ろの方にまとめ問題がないかをチェックします。で、あるようだったら、そのまとめ問題の選択肢とかが合ってるかどうかも一緒にチェックしながら問題を解いていくの、一個ずつ。で、まず問題1を読みました。で、この傍線部について何々くんの心情、その気持ちとして正しいものはどれかみたいな書いてあったら、あ、それを聞かれてるんだ。で、選択肢も読むの、ちゃんと選択肢も読んで、で、あ、この4つから選ぶのをね、 OK って言って読み始めます、文章を。で、読み始めてって、基本的にその傍線部ってあったら、その本文に線が書いてあるでしょ、その近くに答えがあるから、基本的にはたまに離れてるのもあるけど、だからその近くで答えを探す。いい？で、OK、見つかったら次の問題に行くの。次の問題を読んで、また選択肢もチェックして、まあ選択肢じゃないかもしれないけどね。チェックして、で、文章の続きから読んでいくっていう。そうやってやっていこうがいいです。国語が苦手な子は特に。で、たまにね、国語が得意な子とかに聞くと、え、でも何々ちゃんって本文全部読んでから問題やるって言ってたんですけど、っていう子結構いるんだよ、実際。で、それはね、本っていうか活字、文字に慣れてる子っていうのは文章を読むじゃんか。その時にある程度吸収できるの。文章の内容がちゃんと残るの、頭に。でも俺とかめちゃくちゃ本好きじゃなかったから、昔読んでなかったんで、一回読んでも頭に残らないんだよね。で、そうすると読んでも残ってないから、問題チェックしてもう一回読み返さなきゃいけないんだよ。これってめっちゃ時間のロスになるので、国語って時間がめっちゃ大事だからね。いい？だから、その無駄なロスをなくすためにも、先に問題を読むと。例えばね、例え話ですけど、じゃあどうしようかな。漫画のワンピースってあるじゃないですか。もちろんワンピース、興味ないけどごめんね。で、ワンピースで、例えばキャラがいると。じゃあ、新しい新刊が出ました。みんなまだ知らないの、内容。知らないんだけど、それを普通に読んでいくのと、例えばね、俺がその新刊を先に読んでて、じゃあ主人公のね、ルフィがいるわけですよ。モンキー・ディ・ルフィが。じゃあルフィがホニャララと対決してる時に使った技は何でしょうって言って一個問題を出されると。で、それを確認しながらちょっと読んでって言われたら、それを確認しようと思って読むじゃんか。もちろんそんなことしないよ、漫画でね。例え話になっちゃうけど。で、何も注意せずに読んでいったらそれって残らないよね、なかなか。もちろん印象的な技やったら残るかもしれないけど。だから、これを発見するんだ、これを見つけるんだって注意しながら読むのと、ダラダラって読んでしまうのって大きな違いがある。だから先に問題を確認して、何を聞かれてるんだろうって、何を探さなきゃいけないんだろうってチェックした上で本文は読むの。これはめっちゃ大事です。いいね。今までやってなかった子っていうのは最初慣れないです。俺もめっちゃ慣れなかったから、最初。でも慣らした方がいい、これに関しては。いいかな。それをぜひやってみてください。いいね。で、次です。2個目です。で、2個目も、まあ、今回この2つだけをお伝えようかなと思ってるんですけど、2個目。これは選択問題だけの時です。その、例えば、本文から30字で探して、最初の5文字、5字を書きなさいとかは使えない。4択とか5択ある時に、1つ当てはまるものを選びなさいとか。あとはたまにね、間違ってるもの、正しくないものを選びなさいとかもありますけど、選択問題の時。これね、みんなさ、選択問題の時って、もちろん当然だけど、合ってるものを探しに行くでしょ？正解を探しに行くじゃないですか。でも、そうじゃないんです。正解を探しに行かないの。何するかって、間違ってるものを探しに行くの。選択問題は。これも、国語が苦手な子はね。で、俺はそれで得点が良くなったからさ。で、どういうことかっていうと、例えば4択いきます。4択。4つの選択肢がある。で、そっから、まず2択消してください。あれ？この選択肢違くね？っていうのを2つカットするの。いい？で、基本的に今までの印象からいくと、4択あったら2つは明らかに違うから。ちゃんと読んでたら。いやいや、これ違いますよね？みたいな。で、あと2択で迷わされる。で、その2択が残ったら、そっからじっくり選択肢を読んでいきます。基本的に国語っていうのは、合ってるっぽいよねが引っ掛けになってる。もうガチガチで、これもちゃんと文章合ってる合ってる合ってる OK みたいな。
そのね、2択に絞った時の残り1択、引っ掛けの方が、ちょっとだけ言い回しが違うとか、ここ、最初の方の合ってるのに、その選択肢の最後の方の言葉、これ書いてないよね、みたいな。ちょっとした引っ掛けでね、その落とされるんだよ。いい。だから、4択あったら2択を削る。で、2択問題にして、自分の中で4択問題だったのを2択問題にして、そっからじっくり削っていくの。ちゃんと確認していくの。これ書いてあるな。アイドルある。オッケーオッケーオッケー。あ、でもこれちょっとなんか違うっぽいな。じゃあこっちみたいな。いい。っていうのやってたらいいです。5択になったら3択を削ります。2択、もう基本的に2択問題に持っていくっていう感じ。いい？で、もちろん、それが使えない時もあるよ。いい。難しい問題とか、明らかに全部なんか正しいっぽいなのもあるんだけど、でも結構使える。この2択問題にしてから削っていくっていうパターンは。ぜひやってみてください。これも。で、国語がね、なかなか成績が伸びないっていう、そう、練習してても伸びないんだよ、なかなか。で、国語に関しては、全科目そうだよ。全科目そうだけど、国語に関しては、絶対に問題解き終わって丸付けした後に見直ししなきゃダメだよ。これ見直ししなかったら基本的に意味ないっす、国語に関しては。勉強の。ちょっとした自信をもらえるか、大きな自信を失うか、どっちかだけです。見直ししなかったら。例えば、普通にね、初見で問題やったと。ワークの問題、まあ問題集なんかね、本屋で買った問題わからないですけど、やってみたら、俺意外と解けるじゃんって言って、ちょっと自信がつくか、うわ、やっぱダメだ、全然ダメって言って、大きく自信を失うかのどっちかなんだよ。いい？その自信の浮き沈みをしたいだけだったら別にそれでいいんだけど、じゃなくてちゃんと国語を伸ばしたいんであれば、例えばさっき4択問題の選択問題あるって言ったでしょ？それに関しても、まず、例えば外れだと。ああ、間違った、この問題って。その、間違ったのが、2択の片方だったらまだいいんだよ。でも、その4択の中で2択削るでしょ、最初。そっちの方に答えがあったら、もう明らかに読み間違ってるの、文章を。だから、ちゃんと確認しなきゃいけない。し、2択で間違ったとしても、じゃあ、どこ、選択肢のどこがいけなかったのかなって。あ、書いてあるから、ちゃんと答えに。この部分が書いてないので、不適用。つまり、合ってないってことね。とか、この文章はここがこう書いてあって、本文何行目に書いてありますみたいな。ちゃんと書いてあるから。で、そこまでチェックしないと、自分が頭で考えてきたことが合ってたのかどうかがわからないんだよね。どこがずれてたのか。いいかい？見直しとかやり直しってめっちゃめんどくさいんだけど、でも国語の文章問題は見直しをしなかったら意味がないです、基本的に。なので、そのね、めんどくさい気持ちをグッてこらえて、ね、グッてこらえて必ず確認をする。どこがずれてたのかっていう。いいかな、まあ、そんな感じで、今回はね、その2つです、基本的には。まずそれをお伝えしたくて、ね、取らせていただきました。だから最後にまとめると、まず1個は本文じゃなくって、この問題から読んでいく。何を聞かれてるのか。で、その読むときも、最初の問題とまとめ問題があるかどうか。それちょっとね、途中で詳しく話したんで、そこまた聞いてみてください。そっちから読んで、何を聞かれてるのかを確認してから本文を読んでいく。敵を知らなきゃね、どんなやつが敵なのかなっていう。で、もう1個は選択問題ね。選択問題に限っては、4択なら2択に、5択問題なら2択に、まあ2択問題にすると。で、どうしてもね、5択問題とかでどうしても3つ削れなかったら3択問題でもいいです。だから言いたいのは、その2択にね、限らなきゃいけないんじゃなくって、明らかに違うよねっていうのをバッサリ切ることが大事なの。集中力を4つに分散するんじゃなくて、2個にガッて、その4つをね、考えてたことをもう2個削るの。もう考えなくていいってバッサリ切ってしまう。で、二つの二択、もしくは三択に集中して、そこから、これがない、これがないって、そのね、まあ、確認をしていって、一歩でもね、まあ、一つでも多く答えを見つけていくと。いいかな？まあ、今回は選択問題だけになっちゃいましたけど、まあ、基本的には、その30文字からね、最初の5文字を選ぶとか、まあ、20文字全部書くとかありますけど、選択問題も、いっぱい書かされる問題も、そこまで得点配分って変わらないんだよね、国語って。確かに、まあ、5点と6点とか、5点と7点って違う、出てくるけど、でも、選択問題だから、2点とかないんだよ、基本的に。ちゃんとね、取らされる。取ってくれる得点を。だから、そこをまず取ってほしい。国語が苦手な子に関しては。なので、まあね、今回これが参考になるかどうかわからないけど、こういうことを言ってたなって、あ、そういう考えもあるんだなと思っていただけたら嬉しく思います。では、今回は、ハイチのダラダラジオ第89回、国語が苦手な男が読解問題について語ってみたというテーマで喋らせていただきました。今回はね、ここまで聞いていただき本当にありがとうございました。
で、珍しくね、次回テーマが決まっております。で、次回はですね、夏休みに、まだ中学校3年生で部活やってる子多いでしょ、この時期。まだ6月の頭やもんね。で、夏休みにね、こう成績がめっちゃ伸びるってよく聞くわけですよ。で、夏休みがめっちゃ大事って多分聞くんだよ、よく。周りの人とか先生とかもそうだけど。で、どういう人が夏休みに伸びるのか。よくね、部活やってる人は夏休み伸びるって言うんだけど、いや、部活やってた人が全員伸びるわけじゃないからね、もちろん。だから、どういう人が伸びるのか。で、どうやって受験、夏休みを迎えなきゃいけないのかっていうのをちょっと話そうと。ちょっとね、もしかしたら内容とかテーマずれるかも、変わるかもしれないですけど、一応そのテーマで話そうと思ってますので、もしよかったらね、次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。